185。ここじゃなくてよかったねえ。ジャリー右3左1。まあ今まあドア玉ねちょっとはまっちゃったけど、その後まあ妥当なラインで5回当たってんのかな。でこういうまあもじもじしているようなこういう時間がしばらく続いて、ある時を境にギュンなんていうねことになることがまあまあよくありますんで、だからまあわかんないけどね、そのどっちに振り切るか今。あのまあこれをだから、うん、まあ何しろ続けることですよ。ちょっとハマったらもうねまた買い足しみたいな状況ではあるんですけど、ここなんとかね長い時間ちょっと耐え忍んで、でもそれは当てるところまでちょっとしのぎ切りたいね。で来んのは分かってんだけど、じゃあ買い足して投資が1000万になっちゃいましたとか1500万になっちゃいましたとかってなると、一山当ててもね実はまあせいぜいトントンぐらいだったりとかしてしまうんで、まあなんとか一山当てて余剰を確保するところまでこの持ちコインでしのぎ切ること、それ当面の目標だね。それいや内容全然悪くないんでね、まあ、強いて言うならビッグがいまいち引けてないっていう、まあまあ持ちコインまあ400枚ぐらいかな。ただ1136万はしてビッグ2回で、実際今多分ものの5、6000負けなんだよね。なんでまあ、これをこのままなんとかしのぎ切ることだ。でもまあね、1100ゲームでビッグ2回しか引けてないのにその程度に収まるわけですから、まあもちろんレギュラーが4回引けてるっていうのが大きいんだけど、だからまああっちフラフラこっちフラフラしてね5000円とか逆にじゃあ1万円とか打ち散らかすよりはやっぱね腰を据えるっていうのはねやっぱ必要なことだと思いますよ。こういう展開の時だとなおのことそう思う。まあこのサイズは仮に設定が4とかだとまあもう粘ってみるとやっぱり意外とどうにかなっちゃうもんですよ、うん、まあもうね機械割れ 100% 超えてますんで当たり前っちゃ当たり前なんだけど、まあ、多少 の、 まあその展開の悪さにはやっぱ目をつぶると、まあ、どうせそのうち出んだろうというぐらいのちょっと懐深くね向き合った方がいい。よー危ない243危なかった。よしよしよし、いやー攻め合ってる。意外とねうん、こういう展開はこういう展開で面白くはあるんだよね。いやそれ一番いいのはもう綺麗にね右肩上がり出るのがそれは一番いいに決まってんだけど、まあまあなかなかそう簡単にねこんな天才型の台なんてあるようでないですから、こういうせめぎ合いを制してこそのねハラハラだと思うんですよ。対
初もハマったけど、今まあその後の展開を見る限り、まあこの台はもうそれこそ1000枚ぐらい持ち玉になっちゃえば、あとまあそのまま順繰り、戦えそうな雰囲気は十分ありますんで、なんとかね、だからまあもう定まってたらね、とりあえず出玉で1000枚のとこちょっと短期目標でね、いい加減ビッグの人並みぐらい来てもいいんじゃねえかと思うんだよね。300ゲーム、伸びしろは十分にあると思うんだけどね。だからまあ実際のとこ、じゃあ4とかあたりの設定って、じゃあまあ2台とか稼働して、だいたい反応するしないでいったら、まあ多分2台に1台とかぐらいなんだよね。きれいにきっちりね出そうと思うと、やっぱりそれはそれで簡単なので難しいと。総ゲーム数が1630だから、まあビッグはもう500分の1からでね、だからまあそうね、じゃあ3000ゲーム回したときに向こう1400ゲーム、まあこのまま行くとは思えないんだよね。よしよしよし、スイカほら1000ですんだ。このまま行くとは思えないんで、まあ伸びしろがあると。お、これで3人になった。3000ぐらい回したら逆にいいとこに落ち着いてそうな気がするんだよね。これまあ、こういう台打ってるときはね、もうやっぱりもう腹を据えても粘ることだよね。やっぱこういう台からやっぱ逃げちゃダメだと思う。まあ、今日一日でっていうよりもやっぱその長い目で考えたときにね、こういう台やっぱ粘っとくべきだと思いますよ。楽じゃないけどね、これがね、いつか実を結びますから。できれば今日中に何とかしたいんですけども、仮にダメでも、先々ね、この粘れがね、こうそうする時がね、必ず来ますんで。危ない、また1000円、1万5000円だね。いや、まあ展開的にはね、楽な展開じゃないけど、まあまあ可愛いもんですよ。ちなみに一応状況を整理すると、1788ゲームで4-5で、ビッグ4に対してスイカ4レギュラー5回引いてて、左が2の右が3、まあ、引き続きビッグが引けてない以外は特に問題はないんだ。あら、花々においてはですね、ビッグ引けない問題はやっぱね、最終的な結果に直結する部分ですので、この問題はちょっと早めにだから解消しちゃわないと、まあレギュラーの状況にもよるけど、まあこの確率でレギュラーを引き続けさせてもらえるならいいけど、最低限やっぱりね、
まあ、設定6段階あるわけじゃないですか。その、ね、1から6までの攻めて範囲内に収まるような、じゃあ6を突き抜けるようなね状況だったら、もうこれはどうやって もう楽勝な流れですんで、何も考える必要ないんだけど、そうなってくんなかった時にやっぱ最低限、うん、そうだね、だから1でいくつだっけ、300、1で303、6で234、まあ最低でもやっぱ分母200台でまとめられないと、なかなかちゃんときっちり形にするのはやっぱ難しいよね。ただこの際300分の1ぐらいでしかビッグ引けなかったとしても、レギュラーをじゃあ6ぐらいの確率で引けてしまえば、まあ負けることはないんですよ。まあこれジャグラーとかもそうなんですけど、だいたいうん、引いた化け分が確率通り引いてる分、じゃあ高設定でね、例えばじゃあ6とかでも引いた化け分の頃ぐらいの感覚ですんで、ピックが多少弱いぐらいだったら、うん、化けでフォローできないことはない。ただやっぱ多少弱い程度にやっぱ収めなきゃいけないからね、今だいぶ弱い方向に行っちゃってますんで。